やっているお部屋とかね、リビングとかキッチンとか、そういう場所に酵母菌が増えてくると、本当にね、早く上手に起こせるようになってくるから、もうね、何回も何回もトライしてほしいなって思ってます。こんにちは。天然酵母パンゾーの椿ルミ子です。椿さん。はい。友達の酵母作りがうまくいかないんです、うんうん、そういう方にアドバイスをお願いします。酵母作りがうまくいかないっていうのは、まあ、何が原因かっていうことを探さなきゃいけないってことになるんだけど、まあ、一般論というかね、いろんな生徒さんを見てきてうまくいかない原因っていうのを挙げるとすれば、まずはね、環境作り、酵母が元気にね、増えてくれるように、活動してくれるような環境を作るっていうことが大切になってくるかな。酵母のね、活性化する温度っていうのがあるので、湿度とかね、そういうことも関係あるんだけど、まあ、まずは温度かな。環境に関して言えば、これね、やればやるほど早くスムーズに上手に起きるようになってくるので、それはね、やっぱそのやっているお部屋とかね、リビングとかキッチンとか、そういう場所に酵母菌が増えてくると、本当にね、早く上手に起こせるようになってくるから、もうね、何回も何回もトライしてほしいなって思ってます。根気も必要かな、結構なかなかね、最初って起きてこないのでね、諦めちゃう人とかもいるので、根気が必要。その素材、フルーツ酵母とかね、いろんなハーブとか、葉っぱ類とかでね、とか野菜とかね、いろんなもので起こす方いらっしゃると思うんですけど、フルーツに関して言えば、スーパーで買ってきたものとかだと、柑橘類、特にね、ワックスがかかってたりとか、輸入物とかはね、農薬がかかってたりとかするので、特にね、ワックスかかってるものっていうのが、ホコリがついたりとか、雑菌がね、ついてたりとかすることもあるのでね、なかなかうまくいかないんですよ。じゃあ洗えばいいのかっていうと、洗うとね、酵母菌も落ちちゃうのでね、作りにくいってことがあるので、なるべく無農薬とかね、オーガニックで作られたもので、地元のもの、新鮮なもので、作ってほしいなって思いますので、そこもね、注意していただければと思います。なかなかね、最初の方は難しいかなって思っちゃうかもしれないんですが、ぜひね、トライしていただければと思います。どうですか、こんな感じ。そうですね、この根気っていうのが案外すごく大事ですよね思ってる時間がかかるなっていうのが時間かかるの。それでね、みんなね、失敗したくないからね、なかなかね、失敗を怖がっちゃうというか、それでね、やめちゃったりとか諦めちゃう人も多いんですけど、大丈夫です。もういっぱい失敗して、いっぱいトライしてもらいたいと思います。私のね、レッスンで進めているのは、スターターを入れるっていうことをね、進めています。もうね、これね、最初にスターター作りっていうのをやるんですけど、スターターがあるとね、本当に起きやすい、失敗しにくいです。今いらっしゃる生徒さんも、何年もね、自分でね、やっていてうまくいかなかったけど、レッスンを受けたらもうすぐにね、起きるようになって、今本当になんか嘘みたいに楽にできるようになったっていう方多いので、どうしてもね、うまくいかない場合は、どこか習いに行ってね、学んでいただくのがね、一番早いかなとは思いますので、はい、それもね、考えていただければと思います。スターターって何ですか？スターターってね、もうできている酵母液です、強いものですね、上手にできているものをちょっと入れてあげると、すごく早く酵母が起こせるようになりますので、はい、やってみてください。ありがとうございます。はい、それでは美味しいパンを焼いてください。さよなら。この動画が役に立ったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。また、LINE に登録していただくと、月替わりの公募ということで、ポイントなどをお伝えさせていただいていますので、こちらの方も登録をよろしくお願いいたします。
メルマガは公募作りのことに関して無料メルマガ7日間レッスンっていうことでやらせていただいていますので、こちらの方も登録していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。